え皆さんこんにちは本日は大変お忙しい中当社決算説明会にご参集賜り誠にありがとうございます数値のところはもう決算単身でですね発表済みでございます今日はその数値の中身について説明をさせていただきたいとこのように考えております えまず最初に、上期の振り返りと、そしてまあ下期の見込み、通期の業績予想ということで進めてまいりたいと思います。お願いしま,すえー、まず最初にですね、まあ、経営環境ということで、まあ、いつものグラフでございますけれども、当社属するこの居酒屋、えー、ビアホール、この業態のマーケット、少し変化がありました。えー、年 えー、103.2ということでですねずっとこう下がり続けてきたあこのマーケットをシュリンクし続けてきたんですけども、えー、2013年に少し回復したということで、えー、発表されております、えー、ちなみに2000年には1兆2000億のマーケットがありましたで2011年12年でですね1兆円割れということでこれからどんどんこのマーケットはシュリンクしていくんだと。 いうことを言われておりましたが、まあ、2013年に1兆円回復したということで、まあ、我々の業界の中もです、ね、少しこう活性化されてきたのがまあ13年かなとただこれは2014年になってです、ね、このまま継続的にいくかというとなかなかここには疑問がつくというのが私の考えであります、まあ、その中、まあ、我々の既存店2013年まで2000年を100としたとき、ね、既存店が今121.3%まで成長していると。 いうふうふに捉えておりますまた14年についてもですねこの後ご報告申し上げますが大体いい既存店102%強でですね着地するのではないかというふうに考えておりますこの仕様につきましては、まあ、我々が英国パブ単一業態で勝負をしていくと事業展開していくという上ではですねこの既存店の数値というのは非常に重要な 指標だと考えておりますこの既存点の強さがあって初めて業態一本でですね勝負ができるというふうに考えております。 まあちなみに、一番下の黄色い折れ線に、グラフに関しましては、ですねまあ某居酒屋チェーンさん、非常にまあ苦労されていると、一般的に今、日本の中では、ですね総合居酒屋さんが非常に苦労されているというのが、我々の取り巻く、この居酒屋、パブ、ビアホールのですね業態の流れであります。ははいいお願ししまますとですすででを総括とね一つは 売上高、経常利益計画達成しましたよということですけれどもこれはやはり既存店の売上が非常に好調に推移をしたとそして一方で新規出店これも我々本当弱点と言っていいかもしれません当初3店舗の上期中に出店計画に対し1店舗にとどまったということでございますこれは売上に関しては既存店が頑張ったものですね 新規出店、えー、ができなかったことにより売上減をカバーしたということになりますまた利益面については当初3店舗の出店計画